こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。現在、アメリカ合衆国の自然遺産を、えー、これまで、えー、紹介してきましたが、今回が最後の一つとなります。最後の一つは、カールズ・バッド。 洞窟群国立公園という場所でございます。カールズバッド洞窟と他の多数の洞窟を保存するために設立された国立公園ということでペルム紀の化石が見られるということだそうです。 このの中には83の洞窟があり、その中でもレチュ・ギア・キーブというのは全米で最も深く長さは世界第5位の石灰岩の洞窟だそうであります早速写真で見てみましょういやーすごいですね ライトアップもしっかりしますね。さすが世界遺産ですね。いやー、すごい。なんだかハリー・ポッターの世界か何かに出てくるような感じもしましたが。いやー、すごいですね。すごい。これ実は、一人で行くこともできるそうです。マップがしっかりと用意されていて。あとは、ツアーもあるそうです。あ、このように一人で行ってらっしゃる方いますね。 あ中に池があったりするんですね。はあ。あこれは入り口ですか入り口でしょうね。はい。え、こうなってるんですね。ちゃんと人々がきちんと見えるように、そして石灰岩などを傷めつけないように、手すりもついてますね。はい。これが入り口ということでしょうか。はい。そして、おこんな感じ。はあ。すごいですね。 美しいですね、はい、いやすごいですね、日本にも鍾乳洞ありますけど、こことべたら、あ地図が出てきました。えー、これはですね、どこでしょうね、テキサスがここ。 までなので、ギリギリ別の州ですね。えっ、ー、と、ちょっと、ウィキペディアを見てみましょう。ニューメキシコ州ですね。ニューメキシコ州になるようです。エディ郡というところにあるそうです。はい。もうメキシコまで近いですね。はい。洞窟を通ってメキシコまで行けちゃうんでしょうか。そんなことはないでしょうね。<laughs> はいニュニュ。ニューメキシコ州にあります。はい。それでは画面戻します。いかがでしたでしょうかなかなかなものですね。はい。やっぱりアメリカって広いなっていうのが感じられますね。いや、日本にも小乳土ありますよ。山口県とか。はい。けど、ちょっとスケールが、スケールが違う。 はい。アメリカ人に日本の商乳度ちょっと紹介しづらくなっちゃってきましたね。そんなの紹介してくれんのみたいな感じになっちゃいますよね。はい。ちょっと、ね、世界を知ることってやっぱり大事ですね。はい。はい。はい。ということで、今回はカールズバッド洞窟群国立公園をご覧いただきました。これにて、アメリカ合衆国の自然遺産、 すべてご紹介あ、紹介させていただきました。次回は複合遺産を紹介させていただきます。それではこの配信は以上とさせていただきます。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。